分は、時間の単位の一つである。分は、国際単位形と併用されるが SI に属さない単位となっている。一部は1時間の1、60であり、1秒の60倍である。ただし時刻としては、協定世界時において、ウルー秒が適用された場合、1分が59秒、または61秒で終わる。記号は、英語のミニットを略したミニッツである。が使われることもあるが、これは、 角度の単位の分にも用いられる。メートルとの誤解の恐れがない場合に M が用いられることもある。時計の歴史も参照古代において、時間の基本となる単位は比であった。それが24に分割されて、時間という単位が生まれた。後に、より細かな時間の分割が必要になり、分と秒という単位が作られた。分、秒という単位が最初に見られるのは、 精密な機械式時計が発明された1250年、頃で、ラテン語で、それぞれパースミヌタプリマ、パーテスミヌタエサキューンデイと呼ばれた。ここから、分は、英語で、ミニット、秒は、セカンドミニットと呼ばれるようになり、後に秒は、単に、セカンドと呼ばれるようになった。分が1時間を60分割しているのは、バビロニア発祥の60進法によるものである。 現代のような重0進法による小数の概念が発表されるのはヨーロッパ数学においては1585年のことであり、それ以前は1未満の数を表す場合は分数を用いるか、もしくはバビロニア数学からの導入である60進法の小数を用いるか、どちらかであった。ただし当時の機械式時計も現在ほど正確に時を刻むわけではなく、 そもそも秒針が存在せず、さらには分針が存在する時計も少なかった。この時代の分や秒はあくまで天文学や航海における速度計算などの概念上の存在であった。分や秒が概念上の存在ではなく実際に時計で計測される時間の単位となったのは1656年にクリスティアン・ホイヘンスが振り子時計を制作して 以降のことである。分という時間の単位が市民の生活に現れたのは鉄道の開通以降のことである。複数の列車が特定の駅ですれ違うための運行ダイアグラムの作成のためには時だけでは不足であった。上述のような事情により本来の分の定義は1、60時間であるが SI では秒が時間の基本の単位であるため分の定義は60秒となる。 ありがとうございます。